どうも、サレジオ光です。こんなことありませんか？道でこう歩ってて、ふんふんって、お金が落ちてたとします。まあ小銭ですね。100円玉とか、まあなんだろうな。こういう5円玉とかが落ちてたとします。拾いたいなと思うじゃん。でもさ、周り人いっぱいいんのよ。みんなも結構さ、お金落ちてるって気づいてるけど、あえて拾わないのよ。なぜかっていうと、1円とか5円だから、なんかわざわざ拾うまでもないなとか、あとまあ一番の理由は、周りに、あ、あいつ小銭拾ってんじゃんとか、あ、妖怪小銭拾いだとか言われたら嫌じゃん。だからもう恥ずかしくて拾えないと。そのお悩み、僕が一発で解決しました。発明しました。それがね、こちらなんですよ。じゃじゃん。まぁ、ちょっと小銭のチャラチャラした音がね、聞こえてると思うんだけど、このハンカチなんですけど、これを使えば、一発で、その問題解決します。なんとね、これね、こういうものがついてるんですよ。まあ、糸で小銭が3枚ついております。はい。まあね、うるさいんだけど、まあこれをね、どう使うか実践してみましょう。ああ、お金拾いたいけどな。周りの目がな。そうだ！あ、いけね。よいしょ。はい、いかがですか？このね、今のね、見てもらって分かったと思うんだけど、ハンカチに小銭がついてるやつを落とすことによって、まあ、小銭ジャーンと落とするじゃん。あ、あの人小銭落としたなと。そして、そのね、落として、それを自分の小銭を拾うかのようにして、まあ、これはね、色ついてるから拾うまでもなくスッと集めて、本当に落ちてるこれも、五円玉とかね、小銭も一緒に拾い上げると。そうすれば、まあ、小銭が落ちてたってことを知らない人は、あ、自分の小銭落としたから拾ったんだなと思うし、で、元から落ちてるって知って、気づいてた人も、あ、あの人自分の小銭落として、それと同時にまあ間違えて、その落ちてた小銭も拾っちゃったんだな、あ、わざとじゃない、この人は小銭拾いじゃないなっていうことを、まあ証明できるというかね、うん、見せつけることができるんで、まあ道だね、道とか、まあ駅とかね、堂々とね、道端に落ちてる小銭を拾えるんじゃないかなと思います。簡単ですね、これ。はい。これポケットに入れとけばいいんですよ。普通にね、ポケットに入れといて、まあ、普段使うハンカチはまた別にして、いつもね、着てる上着とかのポケットに常に入れておけば、まあ、いざという時に使えるんじゃないでしょうか。はい。まあまあ、まず簡単につけるで予算もね、もうこの小銭代ぐらいしかかかんないんでね。皆さんもね、どうかやってみてください。以上、サレジオでした。バイバイ。Please subscribe.